まあ、私こういう弁護士も学者もこういう話をするときにね、どうもそういう人たちの話聞いても、なんか教えるような上から話すようなのがちょっと私はどうも納得いかなくて、いつもまあ相談するのは夢の中でね、皆さんの世代だと知ってる方と知らない方がいらっしゃると思うんですけど、昔落語家の新章っていたんですよ、ね、知らない人、知らない方はどうぞ、知らない方が若い方です。新章、新章の知らない方どうぞ、落語家のご存知ですか？どうぞ、名前は、でね、新章は僕は大好きなんだけど、何かっていうとね、3分の 2をね、憲法を改正する政党の人たちが3分の2を取ったでしょ、この間参議院選挙で。この時ね、もう本当に、これは憲法やられたなって、本当に気持ちが落ち込んだんですね。その気持ちが落ち込んだ時に、前からよく落語を聞いてたんですけど、いろんな人の落語を聞くと、新章の落語が一番いいんですよ。どういうのいいかっていうとね、あの人はね、1944年だったと思うかな、戦争中のね、上海とかあの辺りに志願をして、現地の人たちを慰問するっていうことを、わざわざ危ないところへね、みんな止まったんですけど、行ったの。でも爆弾が起こってくるところで、もう命からがら、新章っていうのと炎章っていうのは有名な落語家なんですよ、2人とも行って、命からがら帰ってきて、まあ、要するに、地獄を見てるわけ。地獄を見てる人の芸っていうのはやっぱりね、なんか何が面白いって、こうパソコンやられて YouTube、 スマートフォンの人は YouTube で見られますし、 CD でも、新章の落語1000円とか1500円で買えますけどね、いやーもう価値あります。もう元気がない時に聞く価値があります。何が何だと言って、とにかく元気をファーッともらう。それでその新章を私はね、迷った時は夢に見ることにしてるんですよ、新章。で新章をね、そうね、そのどうも学者とか弁護士の話はね、難しくていけないんで、面白くてね、笑いは出るし、それからいい話がしたいと思うんだけど、ね、どうですかって聞くんですよ。それね、新章師匠が、話、それはね、俺たちみたいに話ばっかりしてる専門家でもね、もう、うまくいかないことの方が多いんだから、あなた方には無理で、仕事は何やってんのって僕に聞くわけですよ。彼で、いや、弁護士、あなたまだな、何ですか、脳みそと理屈が詰まりすぎてなんだっけ。で、それでだからよーく見てね、こう、あんた確か初めてだけど、でこうじーっと僕の顔を覗き込んでね、だからあんた大丈夫だよ、なんでだ、面白い顔してるっていうようなことを、まあ、勝手に夢で僕は枕話っていうのを作ってるんですけどね、で同じ枕を使うと、今日はね、こういう話してね、出たって言うでしょ、妻に、ミラに、同じと同じネタ使ってんじゃないかな、また言われたりするので、で気をつけなきゃいけないんですけども、今日はこれ本邦初公開のネタでございます。さて、私生まれがね、群馬県の桐生なんです。群馬県の桐生っていうと、昔の世代の方はこれで有名だったなと、桐生と伊勢崎っていうのが絹織物の名船で世界に有名だったところなんですね。でそこで私、昭和18年に生まれて、小学校6年まで、そこに過ごしてたんですけど、この間の同窓会があってね、行ってきたんです。でこの憲法の話に、関係するんで申し上げるんですけど、でも憲法の改正が、安倍さんとか橋本さんみたいなものは、なんだ、橋本さんって僕はもう本当に好きじゃない人なんだけど、その政治的とは別に、
バッターをどうだ俺が足元だっていう あの感じが僕は好きじゃないんですけども、そういう人たちが出てくる、まあトランプもそうですね、そういう人たちが出てくる、そういう世の中の中で憲法改正っていうのが出てくるんじゃないかっていうんで、こう対照的な話があるんでね、ちょっとお話をしたいんですけども、これこの桐生の話の前にいたしますとね、東京駅から朝鮮がこう下ってきます。その東京駅で並んで席を取るわけですよね、座れるように。そうすると、こういう光景を見たっていうのを聞いたの。それはね、わーっとこう入ってきて座れるでしょ。で、母親と子供が一緒に席を取れた。で、そこへ後からゆっくりとね、ご年配のお年寄りがいらっしゃる。そしたら、ね、小学校3、4年の男の子がね、パッと立ってね、そのお年寄りに席を譲った。そうしたらなんとね、お母さんがバチンとそのね、男の子の頭を叩いて、なんだよ、せっかく並んで譲ったのに、何してんの？というようなね、ことがある。そういうような世の中にだん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 もうこうなってきてるんじゃないかな。でそういうからこの間福島県からね、横浜に転校した子にいじめ、もう悔しいから死んで、あんまりいじめられてね、バイキンとか言われて悔しいから死んでやろうかと思ったけど、死んだらね、津波で死んだ人たちに申し訳ないからって僕は死なないっていう作文を書いた男の子がいました。そういうようなこう弱いものを捕まえてこういじめるっていうのは、昔はいじめっていうことは僕の育った時代にはその、ガキ大将がねガーンってやるようなことはあったけど、みんなで寄ってたがってね誰かをいじめるっていうことはなかった。そういうふうに世の中が変わってきていることと何か関係があるんじゃないかな。それで昔桐生で、前に桐生でやったことを、こういう時代だったなっていうのをちょっとお話したいんですけど、昭和小学校って桐生の真ん中にあるね、昭和小学校っていうところで、私は4年から6年まで須永とめさんっていう担任の先生に習ったんですけどね、その人はまあもう50過ぎだったと思うんですが、ご婦人で、こういうことがあったんですね。昔は小遣い室っていう言葉を使ったんですが、今は用務員室とか公務員室とかって言っておるんですが、そこへこうコンクリート校舎のすぐ横にこう、1階建てのねちょっと木造の部屋があって、そこに宿直の先生が泊まったりする。そこにコンクリート の校舎のところっていうのはね、こうやって見上げると隣屋杉があってね、その上に秋なんかは綺麗な空がある。そこをある時、僕の同級生のかよちゃんっていう子がいてね、でその用務室に行ったんですよ。そうしたらね、5、6人の男の子がカレーをこうやって食べてるやつで、そのそこに素直先生がいて、それパッとその離婚の子だからかよちゃんは分かったんですけど、その先生が、自分の自腹をはたいて食べられない子に弁当を持ってこられない子にね、ごちそうして、でそこから先なんですけど、佐野先生が赤ちゃんにちょっとこう手を置いてね、大丈夫、いいかい、今日見たことは誰にも言えない、誰にもね、あなたのお父さんお母さんには言っちゃいないよ、もちろん同級生にも言っちゃいないということを言って、それでその時はーっつって、大臣教室に帰った。で、まあつまり人のために何かをやってあげることをそのことを怒らないというね、そういう先生だった。それが、先生が亡くなってから20年したらいい先生だったからみんなしたって。亡くなってから20年してお別れ参りをみんなで同窓会でしたんですね。東京からも僕は行ったんですが、その時に母ちゃんが、先生が亡くなって20年だからもういいだろう、こういうようなね、
景色も見えるところで、お寺で、ああお揃いだったな、で、先生には口止めされていたけど、こういうことだったんだよ、先生はすごいねっていうね、話をしました。でそういう、こうもう当然にその世の中がそうであったところから、さっき言った東京駅の光景とかいじめがある、でそういうふうに世の中が本当に深いところでね、ゆっくりとだけどあんまり良くない方向に、その安倍さんや麻生さんがね、ひどいっていうだけじゃなくて、こちら側にいる、まあ、民の側、民主の側にもそういう変化が起こってる、そこに、これからお話しする憲法を変えるっていう話がね、出てきているんじゃないかな。そのことをこれから、憲法を変えるっていう時は、手続きで国会議員の3分の2が発議を提案しなければいけません。参議院と衆議院提案しなければいけません。そして国民投票といって、投票場に行ってみんながそれの議案に賛成かどうかということを、投票する。つまり国民投票という国民今そういうふうに変わっている人たちが国民投票をしてその憲法の行く先を決めるわけですから、決めるわけですから、そういうふうに上だけじゃなくてこういう我々の側も変わってきているということをよく見定めておかないと、そのひどい憲法を持ち込まれた時にきちっとそれを乗り越えることができないのではないかというのが入り口でございます。これ桐生から見える赤城山の現在ですね。これを桐生の堀の方にします。さて、憲法という言葉を何回も使ってまいりましたけども、憲法っていうのはどういう法律なんだろうということがすごく大切な、憲法の改正、いらぬ改正をされたら困るっていうんだけど、じゃあ憲法っていう法律はどんな法律なのかっていうのがすごく大事な、ここを見ていただければ分かりますと思います。で憲法と対象されるのが3つなんですけど、あの法律の、ね、主な法律は3つですけど、憲法、刑法、それから民法ですね、憲民刑で、刑法というのは非常に簡単に、これこれのことをしたらこれこれの処罰がありますというのを決めているんですね。人のものを取ったら窃盗罪で懲役10年、10年以下の懲役、それから、何かをぶっ壊したら、建造物損壊罪、それから、交通事故で誰かを怪我させてしまったら業務上過失傷害罪、それからまあ本当に残酷ですけども人の命を奪ってしまったら殺人罪、その場合には、死刑から何かというと非常に賠償刑罰、これが刑法ですね。つまり何かあることに当てはまるような犯罪を起こしたときはこういう処罰が待っています、これが刑法。さて民法というのは、民法というのは一番分かりやすいですね。その 例を挙げるのは、誰それさんに5万円のお金を貸したと、その5万円のお金を貸すについては、今月だけ割り貸してくれ、その代わり利息をね、1% つけて返すからというような約束をしますよね。と、1ヶ月経っても返さない。で、貸したんだけど返ってこない。貸した。そしたら返ってこない。そしたら、その時は、返すことを請求できるということが書いてある。民法にあるんですね。それから、家を借りました、家賃を5万円で借りました、いきなり、家主が何年かだったら2万円上げてきて7万円にしろって言ってきた、それは困るじゃない、だけどそれ払えないんだったら、契約を終わりにして出てってもらう、いやそんなことない、
私にはちゃんとこれこれの権利がありますということを決めているのが民法ですね。要するにこの刑法の場合には国の権力なんですけど、民法の場合にはこちらとこちらが、平等な立場で行き来する。ただしそこにも国が介在しているんですけども、もしその民法に書いてある権利がきちっとしなければ、それはいざという時は裁判所が出てきてその権利を実現します。これが民法ですね。さていよいよ出番の憲法。憲法というのはそういう法律と違ってどういう法律なのか、これはそんなに簡単ではないけど割と簡単じゃないかというと、憲法とは崖の上のトロッコのブレーキだと。トロッコっていうのはね、権力というふうに考える。権力というのは後でご説明します。トロッコが暴走しないようにこういう坂の上にね、いや坂の上にトロッコがあるとすると、ここにトロッコにこういつもブレーキがかかってる。このブレーキを外すとバーッと暴走してしまう。これが憲法なんです。で、そのこれ非常に分かりやすい例があるんですけどね、学校の球場選挙っていうのは、今球場選挙って言っていいのかな、学級委員選挙とか学級委員長選挙とか球場選挙、これは2分の1ですよね。2分の1で、誰かが3人候補が出たら一番多い子が取る、あるいは、要するに、クラスの球場クラス会の議決は2分の1でやる。でその2分の1で投票するのと、安倍さんが国会で2分の1以上の、ね、議席で衆議院で首相に選ばれるということとどういう違いがあるのかという。球場で選ばれる、こちらは安倍さんが、同じように2分の1をだったら国会で指名を受ける。どうに違うの？それはここが大事なんですね。この権力っていうことは知るため。安倍さんは総理大臣になるとまず警察の一番元にある一番上で監督している国家公安委員長、この人を任命できる。警察の方がいい。自衛隊の総司令官、自衛隊の方がいい。ただ税務署の、国税庁長官、この人を選ぶことができます。検察庁の一番上にいる法務大臣、これを選ぶことができます。こういうふうにですね、実力を持っている組織を握るんですね。球長は実力は持っています。球長は何かそういうね、実力を持って人を動かす。だから言うこと聞かない人は最後は裁判所行ってこの律上に、入れられると、入れますというのは警察がやったり、検事がやったり、検察裁判官がやったりするんですけど、最後には言うこと聞かなきゃすごい押し込んじゃう、刑務所にも押し込む。これ力、税金払わなきゃ税務署が取り立てないというですね、そういう力を持った行政のトップになるんですね。これが権力ことね。だからその権力を持った存在が勝手なことをしないようにする。これね、面白い例えがあるんですよ。この間オバマ大統領がね、トランプに変わったでしょ、1万5000人のシカゴのね、群衆の前でこう言ったんですよ。皆さん、これから1週間後に、新しい大統領が交代して政権に就く。ここから先はね、彼が話術なんだ。これは民主的なことです。それをね、聞いてる方のブーイングで、なんだとトランプが出てきて何が見つけてる、
うーってブーイング出したんですよ。そしたらそうじゃなくて、私が言いたいのは、そういうルールに従って、憲法が決めたルールに従って、その向こうの場合は間接選挙だけど、間接選挙で多い方が大統領になる、これが民主主義だ、憲法で決めてある、このルールをね、守んなきゃいけない。トランプがいくら、威張ったからって4年後に選挙やって黙って落ちなきゃいけないし、アメリカでは2期しかできないんですね、大統領。これがこういうふうに権力を握る人をもうバッチリ縛ってる、これが憲法なんです。だからそれを変えるときなんですよ、2分の1でそれを変えることができたら、同じことですよ、安倍さんを選んだ勢力がこの憲法気に入らねえから気薄すぎるからね、返しまうと、だから2分の1でいいじゃないかって言うんじゃダメだから、だから3分の2で変えるようになる、普通の法律とは違うんですね、縛ってる、その縛ってるのを取るのは要するに多数派だけ、多数を取れば何でもできるんじゃなくて、多数があってもこの間国分寺の前でビラを撒いてる時にね、安保法案反対っていうふうに見ないと今度強制裁決されました、困りますっていうふうにね、演説をしてたらね、若い35歳ぐらいのいかにもこう、大きな企業のサラリーマンらしい人がバーッと早いしであるけど、あの演説なしょうがねえんだよな、民主主義なんだから、そうか、この人はそのオバマの言う意味での民主主義というのとは違う理解だな、つまりあの安保法案戦争法と言われるのはね、憲法違反だったらば2分の1を取ってる多数勢力でも通しちゃいけない。それはどういうふうに一番いけないかっていうと、憲法の一番、憲法9条の一番核になっているその戦争をやらない、戦力を放棄した、特に集団的自衛権ですね、集団的自衛権ではちょっとこう舌を噛むような話ですけど、要するに分かりやすく言うと、自分がやられてないのに他がやられたらね、同盟国だというのはアメリカですよ、アメリカがの軍艦と飛行機と軍人がやられたら自分の国の武力を出していくって、これは知るんです。これは憲法では絶対に認められないっていうのを、なんですね。だからその言ったサラリーマン の誤解のもとは、民主主義だからしょうがないって言うんだけど、民主主義だからしょうがなくないの、憲法があるんだから、その憲法に基づいてそういう法案を出すのもいけないです、強行採決するのもいけないです、出したらそれを元へ戻さなきゃ、元へ戻す仕組みというのは、裁判所でね、憲法に違反する法律はダメですという権限がありますから、裁判所がそれを行使しなければいけない。で、だから元に戻りますと、憲法とは何ぞやといえば権力ですね。権力という言葉は難しいけれども、さっき言ったすごい実力を持っている、組織団体をの上に立ってトップを握っている人はぐーっとこうね、手を縛られていないと恐ろしいことが起こる。アメリカで言えば、4年経ったら選挙、8年経ったらもうそれ以上は出られない、これが憲法だというわけですね。で、今日はその、憲法の自由民主党が、憲法を変える案というのを作ってるんですが、その、憲法を変える案の中の、まず、こんなひどい変え方をしますよっていうのを紹介して、それからもっとすごいのがありますっていうのを後で紹介。で、その、憲法を変える中で一番ひどいなと思うのが、
表現の自由というのが一つ、表現の自由を全然 なきものとするっていうのが一つ。表現の自由は、今は今も自民党の改憲案も表現の自由は保障するっていうところは同じなんですけれども、この自民党の案によりますと、表現の自由は保障するけれども、公益と公の秩序を害する、そういう表現は認められない。さらにそこではここですよ。これはちょっと非常に威力を持った、言葉なんですが、並びにそれを目的として結社をすることは認められない。つまり公益および公の秩序を害するということを目的とした結社、政党、市民団体、それはもう解散する、そういう条文ですね。これが一つひどいのと、九条の関係ではですね、九条は外国に自衛隊が出ていくというだけではなくてですね、今度は九条を変えると、その自衛隊のことを国防軍という名前に変えるわけですね。まあ、これ自体はもっとすごい、うん、すごいやるんですけど、国防軍の行う活動が、今これから自衛隊がね、外国へ出てきて分割して統治ということの他に、今度はこういうふうに変えます。国民の生命もしくは自由をするための活動を守るための活動を行う、エジプトで、クーデーターが起こったんですね。アラブの春というね、アラブの春という、運動が起こって、青年たちが、政権を、今までのムバラクの政権を倒して政権を取ったんですね、モルシ大統領っていうのは。ところがそれに対して軍隊が、クーデターを起こして軍隊が出てきて、でも鎮圧したんですよ。その時恐ろしいことに、1日だけですよ、1日だけで800人が軍隊に殺されたんですよ。そのようなところにデモがうんと盛り上がってきて、今の政府がもう、持たないというような時になった時には、自衛隊じゃなくて国防軍が出てきて、デモの鎮圧もやりますよっていうのは、今度は憲法に書き込まれてるということですね。参考にはですね、参考には、公の秩序を維持し、または国民の生命もしくは自由を守るための活動を行うことができる。これ治安行動っていうんですけど、今自衛隊法にもこれ書いてあるんですけど、国防軍この九条改正のすごいところは、憲法で変えますから、そういうことをやったら憲法違反ですよっていうことが言えなくなる、そういうことをここに書き込んであるんですね。それから、5項には国防軍に属する軍人その他の公務員が、その職務に実施に伴う罪、または国防軍の秘密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、国防軍に審判状を送る。これ軍法改正、軍法改正、この軍法会議は審判状というのはですね、非公開ですね、非公開で、ここにですね、石破さんの写真が出てます。東京新聞に載ってます。この、これは2012年だったか、2013年だったか、その BSTBS というところで、今度、長野から出た人なんだけど、参議院で出た人、杉尾さんでね、が BSTBS っていうところで、非常に柔らかいので、
柔らかく聞くことが本音を出すんですけど、どうですか、もう自衛隊じゃいけないんですかね。そうですか、石破さん。撫でるような声で言ったんです。そうしたら、石破さんがカーッてよく聞いてくれる。打倒一の、あれやった人じゃないで、はい、赤寿慎太郎かですよね。あの座頭市の演技に対してはこういうの顔してね、あの石破さんがね言ったんですよ。あのね、いざ戦争になった時に国防軍が出ていて、この国のためにねどうしようっていう時に、その、ここに書いてあったね、この文館の隣ですね、2013年3月、自衛隊じゃなくて国防軍じゃなくちゃいけないんですかって言ったら、これは国家の独立を守るためだ、出動せよと言われた時に、いや行くと死ぬかもしれないし行きたくないなと思う人がいないという保証はどこにもない、だからそれに従いなさい、それに従わなければ、その国における最高権に死刑がある国なら死刑、つまり命令に従わなかったら死刑、今は懲役7年でしょう、自衛隊法は懲役7年ですよ、防衛出動命令に従わないね、無期懲役なら無期懲役、懲役300年なら300年ということを言ったんですよ。あるところで誰かあなたはもうデポ持っていくんですかってなんか皮肉に聞いた人がいるっていうことを聞いた人がいると、とも聞いたんだけどね、だってこういうことを言う人って自分が言ってね、土手の上に立ってわーって撃つんだろ俺をってってやりますか、今までやったことなかったでしょ、特攻隊の指揮官だってね、そういうことを言っているわけですよ。だから恐ろしいことですよね、この憲法をもし9条をそのように変えた、で、まあ、そこまでが、まあ、でもう時間が6分10分ですけど、もっとすごいのが実は自民改憲案にあって、それが、いろんなところで、街頭演説やそれから新聞記事で、あまりにも弱いというふうに僕は危機感を持っているところがそこに入ります。憲法というのはそういうふうに大事な縛りを持ったものなんですが、その憲法にこういうことを盛り込んだらいいんじゃないかというのは麻生さんが言ったんですね。ある日、気づいたらワイマール憲法がナチス憲法に変わっていたんですよ。誰も気づかないで変わっていた。あの手口に学んだらどうかねって言ったんです。で、これを聞いていた会場でね、この、なんていうか、爆笑が起こったっていうのはちょっとなんかね、本当に気持ちが悪いんですけど、ね、それで、その、自民党の改憲案の中にあるちょっと舌を噛むような言葉ですけれども、緊急事態条項というのは、これはね、まあ言ってみれば戒厳令とかっていうふうに言ったりですね、それはこの中では この文官の斜め下、ありふれた日常と共存する独裁、緊急事態条項という字が出てきます。で、その後ろに、緊急事態条項とはこんなものというふうにありますが、それは何かというとですね、災害とテロ、それから、経済恐慌、もう銀行取り付けが起こっちゃうというのは経済恐慌、そういうようなことがあったらば、すごいんですよ、これ。内閣総理大臣は緊急事態条項を宣言します。その後どうなるか、内閣が国会に代わって法律を作ります。
その内閣にが国会に変わった法律では人権を制限できるようになる。一番すごいのは、フランスでテロがあった後、オランダ大統領が緊急事態宣言というのを出したんですね。それでどうしたかというと、普通人を捕まえたり人のうちに捜索とか差し入れガサ入れとかやるときはね、裁判官が権力というのは乱用されないように裁判官がちゃんと調べた上でその令状に基づいて出さなきゃいけないんですね。その、ガサ入れでも逮捕でもしない。それを3000件、あのテロが大きなテロがあってから3000件裁判所の令状なしで、捜索が行われた。だからほとんど逮捕と同じ自宅軟禁というのを300件で、そういうことが起こるわけですね。つまり、この緊急事態条項に基づいて、これはそういう宣言を出した時には内閣というのは特別の、だってすごいでしょ、法律を全部作れるんですよ。あの安保法案みたいな、わーって騒がない、おい、内閣で閣議されて、おい、安保法案、その中では人権も制限できる、できるとは書いてないんだけど、人権を尊重しなければならないから、人権を尊重しなければならないと、侵害できるけれどもできるだけ少なくしましょうみたいなことです。で、これはね、ちょっとすごいんですけどね、ナチスの全権委任法っていうのがありまして、このサザンオールスターズがひげを生やした写真がありますね、うん、右側に、安倍さんのひげを生やした、ギャグみたいなのがありますね。この左上、全権委任法条文書、これはね25ページです。25ページ、うん、この、これと似てるんですね。ドイツ国にの法律はドイツ政府によっても制定される、個人的に。で、その2項がすごいことが書いてあって、もう笑っちゃうんですけど、ドイツ政府によって制定された法律は憲法に違反することができる。これナチスの人権に、それとね、そんな変わんないんですよ。だってこの内閣が作った法律はね、この緊急事態条項の法は人権を制限できるっていうふうに解釈できる言葉だから。で、今動きはですね、これまたね、割と言われてないことなんですけど、この間の施政方針演説で一番注目する上さんが声高らか、教育はただにしましょう、今の憲法は義務教育、小中はただにするって書いてあるんですよ。でそれを高校だけじゃなくて大学までただにしましょうって言ったんです。でそれを憲法と結びつけては言わなかったんだけど、実は維新の橋本さんが前から言ってる、維新の改憲案には教育を大学まで含めて無償化にしよう。で、そういうものとね、この教育を無償化にしようというのと、どうなったんですか？というのと、自民党のね、最初の、今年の最初の1月10日にね、共同通信が、自民党はこういうことを考えているという10項目のね、会見案の、透明の会見案をね、整理したんですけど、その中に、教育の無償化という問題と、それからもう一つ、さっき言った
緊急事態条項っていうのものすごい、これは言ってみれば内閣の独裁ですね。これを2つセットにして出そうというのが出てきて、本当はですよ、これは、憲法改正でどうですか、これは憲法改正でどうですか、環境権はどうですか、憲法9条はどうですかって一つ一つ別々にやってくれればね、みんなちゃんと自分で判断できる。僕は一番いけないと思うのは、どういう道を選ぶのも国民一人一人が決めるわけです。自分の頭で、自分の頭で考えて国民一人一人が決める。そのためには提案した人はね、その狙いとか、効果をちゃんと説明しなきゃいけない。その上に基づいて国民投票をやらなきゃいけないのに、こういうなんだか、いいじゃないかっていうのをね、だってこういうのセットにされるとね、例えば大統領ですね、皆さん今度の憲法改正でね、国民投票で改憲をぜひ阻止しましょう。お前さんね、うちの子がね大学にただで行けるようになってるっていうのにね、それに反対するのかって言われる、そういうものを持ってるわけです。そんなねセットにしちゃ本当はいけないはず、一個一個別々にしなきゃいけないんだけど、法律の条文で国会法に書いてあるんですけども、このあ、そうそう、一つ知られてないのは憲法審査会っていう言葉がよく出てくるんですよ、ね、憲法審査会、憲法審査会のは何をやるとこかって言ったら、ただ討論するとこじゃないんですよ。憲法審査会は討論の上で発議の、さっき言った3分の2の発議の原案を作って提案するところだって国会法に書いてある。そのことが新聞で全く言われてる。その恐ろしい、もう一つ恐ろしいのは、こういう別な国会法の条文でこういうふうにね、いろいろ組み合わせて関連あるものが組み合わせて出せますということを国会に。だからみんな知らないうちに、あーなんだか教育無償化がいい今年はっていうね、そういうなってるうちに、全然知らないうちに変なエレベーターに連れてかれちゃうということがあるわけ、でこういうことを考えると、こういうのは本当に困りますよね。これサザンオールスターズがね、紅白歌合戦でご覧になりました。これちょっとうっくりそうなね、ヒゲをぶら下げて、これすごい皮肉ったんですよ。で、このこういうのが、都合のいい大義名分解釈で争いを仕掛けて裸の王様が牛耳る、世の中はインセイン、狂ってるっていうふうに歌ったんですよ。これ同じ、確か同じ曲を、このサザンの演奏会にアルフサイが来て聞いてて、こうのけぞったらしいんだよね、それ聞いてね、その目の前でも歌ってすごい僕は勇気のある動画だと思いますけど、本当これ似てるというわけで、やっぱり、子供のね、小さな、幼子、その瞳を見ると、この子たちのためには何としてもね、この憲法をちゃんと理解し、向こう、政権側の動きを、見ながら、勉強していかなきゃいけないなとつくづく思っております。最後に私の、下手くそな和歌を、このねじまの最後に書いたの。そうそう、このレジュメに書いてありますね、教育無償化と緊急事態条項はどうしても、で、不安に絶望しますか、これでも希望を持ってますか、でも言葉を持たない公園で遊ぶ幼子の瞳を見ると元気をなくすわけには参りません。私のたくさんの和歌、幼子は言葉未だし瞳にて今朝も問うなり我が志。どうもご清聴